JR 東海311系電車。311系電車。311系電車は、東海旅客鉄道、JR 東海の直流近郊系電車。同社の新快速用車両として1989年から、翌1990年にかけて製造された。1989年7月9日のダイヤ改正に合わせて登場した車両で21、211、 計5000番台、213計5000番台に続き、JR 東海が3番目に製造した電車形式である。本系列が登場したダイヤ改正では新しく、ターミナル駅として、金山総合駅が開業し、東海道本線では、豊橋駅大垣駅間で新快速、快速が合図を発された。本系列はこれらの列車に当てるために申請されたものである。 構成は、雲三311系、もハ310系、左三311系、クハ310系の4形式からなる4両、編成である。車体やシステムは211系、電車5000番台に準じているが、前頭部の形状など一部に変更が加えられている。製造は、日本車両製造、日立製作所、近畿車両、川崎重工業の4社が担当した。 車体は211系と同様の軽量ステンレス構成である。先頭部は繊維強化プラスチック製で、前面に大型の曲面ガラスを使用、また曲面を強調したデザインとしたため 100mm 車体が長くなっている。出入り口は片側3箇所ずつで、両開き扉としている。客室の側窓は、戸袋窓を除き一段加工式の二連窓という、 携帯が通常だが、一部編成では2レイン窓も固定式とされている。後日、車体に巻かれた帯の色は、コーポレートカラーがベースになっており、前面はアイボリーの FRP にオレンジ色の帯で、側面にも倉庫及びマクイタブにオレンジ色の帯を配している。前面及び側面倉庫の帯は白色の縁取りがある。 搭載する主電動機は211系と同系の直流直巻清流子電動機1 2 0ット、車内形式 CMT61A 型で電動車1両あたり4機搭載する。最高速度は時速1 2 0トルである。制御方式は直並列組み合わせ抵抗制御、開時点カレージ制御で制御装置の形式は CCS57A 型である。 補助電源装置は、ブースタ式コンバータ方式で、制御方式とともに211系5000番台で、実績のア方式を採用している。台車は、空気バネ式の軽量ボルスタレス台車で、形式は、電動車用が CDT56 系、付随車用が CTR241 系である。いずれも高速運転に対応するため、溶断波が取り付けられている。 ブレーキ方式は、電気指令式である。回生ブレーキ、そもそも速ブレーキを搭載するほか、時速 110km 以上のブレーキ発速度で、作用する増圧システム、15%増圧も付加、されている。その他にも、保安ブレーキとして、直通予備ブレーキを搭載し、滑走検知ブレーキ、大切ブレーキの準備工事が、新造時より行われている。基礎ブレーキ装置は、 CDT56 型が型押し、式踏み面らブレーキを CTR241 型が型押し、式踏み面らブレーキとディスクブレーキを装備する。内装はグレー系の色調で統一されている。客室の座席はすべてクロスシートで、出入り口脇と車端部は固定式、それ以外の中央部は転換式のクロスシートが配置されている。 座席間隔、シートピッチは 910mm で、ドアガンに6列、車端部に2列のクロスシートが並ぶ。転換式、クロスシートは213系5000番台に使用されたものを基本にシートバックの高さを約 30mm 高く、座り心地の向上を図っている。車内照明も117系と同様にカバー付きで、客室全長にわたるものとされた。 区ハ310型には和式トイレが設置されている。このトイレの外側壁面には JR の普通車両では初めてとなるテレホンカード式公衆電話が設置されたが2007年3月ダイヤ改正で使用停止とされて撤去れた屋上のアンテナは撤去されていない。車内の情報サービスを充実させるため発行ダイオード式の車内情報案内装置が 各車両のつまし切り壁に取り付けられている。この装置には列車種別、行き先、停車駅名、乗り換え案内、営業案内が表示され、デジタル時計と一体化されている。先頭車両の全面貫通扉紙型には列車種別表示器が、その右側には行き先表示器が設置されている。また、側面にも左側が列車種別、右側が 行き先と独立して動く表示器が設置されている。冷房装置は当初前車が集約分散式の CAU711D 型2機を搭載したが先頭車についてはより能力の大きい CAU713 型に交換された。工事は1996年度までに完了している。本系列は年から年に かけて製造された G1G5 編成、G6G13 編成、G14G15 編成で形態が異なる。1989年7月のダイヤ改正に合わせて G5 編成までの二重両が登場。1989年後期製の G6 編成からは先頭車前面の列車番号表示機が省略され、車外放送用のスピーカーの取り付け位置が 車体吹き寄せ部から、値上がりの冷房装置カバー内に移り、カバー側面のスリット形状が変更された。列車番号表示器は、車両番号を表しているだけで、列車番号表示器としては機能していない。1990年製の最終造備車2本、G14.15 編成は、中央部ドア付近の8カ所と車端部の窓が、当初から固定式とされた。 窓構造を除いた形態変更は、同時期製造の2 1 1 k 5 0 0 0 6 0 0零番台や 213K500 番台にも踏襲されている。なお、1990年製の2本と同様にその他の編成も中央部ドア付近の8カ所と車端部の窓は固定式に変更されている。ただし、落成時点の構造を活かしていることもあり、外観からは、 隣の開閉可能な窓との区別がつかない。本系列に該当する形式には以下の4つがある。2018年4月現在、4両編成15本の60両全車が大垣車両区に配置されている。2003年8月から2005年12月にかけて、区派310系全車に車椅子対応設備、車椅子スペースの整備工事が実施された。改造の対象は、 車両の一位側、乗務員出陣の山側で、改造内容は、以下の通りである。313系搭乗後は、本系列前車を対象に、2001年から、転落防止ホロが、2004年10月から2007年7月までに、ドアチャイムの新設工事が施行された。313系四次車搭乗後には一部の、編成において、同区分からのフィードバックで、 優先席のヘッドカバーと釣り革の黄色のものへの交換、靴釣り部への着色追加が行われている。2006年6月から2008年7月にかけてパンタグラフを従来の菱形からシングルアーム式パンタグラフ、車内形式 CPS27A 型へ交換された。2007年11月以降、一部の車両では ATSPT 型の取り付けが行われている。 登場当初から東海道本線の新快速を中心とした運用で使用されていたが、1999年に後継車種の313系が投入される都市として、浜松駅岐阜駅間の普通列車が中心となった、ほか、113系に代わり、静岡駅までの運用を開始した。また、313系との並結運用も多数組まれていた。 313系の増備車両として5000番台が大量投入された2006年10月1日のダイヤ改正以降は普通列車の運用にほぼ限定された形となっていたが大垣車両区への出入行及び米原地区と浜松地区への送り込み改装兼用として2008年3月15日改正から一運用のみであるが新快速の運用が復し、 2016年3月26日ダイヤ改正からは一部に特別快速の運用が復活した。静岡地区では豊橋駅浜松駅掛川駅間の区間運転列車を中心に運用されており、1999年12月ダイヤ改正からは静岡駅までの運用を開始したが、ダイヤ改正ごとに運用の増加と減少及び廃止と際の運用設定を繰り返している。 岐阜駅以西においても前原駅大垣駅間の区間運転列車を中心に運用されており、通常は313系2両を使用するみの赤坂線では夜の最終のみ使用していたが、2012年3月改正で313系3000番台によるワンマン運転開始に伴い運用は消滅した。二千十六年三月十六日のダイヤ改正では、 JR 西日本の2 2 1系6両と2 2 3 2 2 5系4両を使用した運用が本系列の運用に全置き換えられた。313系との並結は、ダイヤ改正ごとに、万代単位で消滅と復活を繰り返しており、2013年3月改正以降は、本系列のみの単独運用のほかに、飯田線車両の送り込み改装を兼ねて313。 計3000万台と並結した上新快速の運用を開始している。2011年10月に新両車両区へ転属するまでは2 1 1系0万台との並結や、ナイスホリデー天竜、奥三河運用時のみ2 1 3系5 0 0 0万台との並結もあった。なお、回送列車も含めて3 1 3系5 0 0 0万台の6両固定編成や、313、 K でも、新寮区及び、静岡区所属者との並結は存在しない。2015年3月に電化された、竹戸予線でも、名古屋駅直通の区間快速を中心に、使用されている。2015年3月改正までは、中央本線でも使用されており、2009年3月改正以降では、平日は8両で、田嶋見駅まで、土休日は313系300番台との、 平結で中津川駅までの快速を中心に、期間によってはナイスホリデー駅ソロとして、塩尻駅まで運転されることがあった。2012年3月改正で313系300番台との平結運用は313系0番台に置き換えられたため、中央本線の運用は平日の田嶋駅までとなり、2015年3月改正で消滅している。 定期運用がない飯田線や関西本線には臨時列車としての入線実績があるが、美濃部線や愛知環状鉄道線への入線実績はない。北陸本線田村長浜間直流化直後の1991年から臨時列車扱いで西日本旅客鉄道 JR 西日本管内の北陸本線、琵琶湖線長浜駅まで乗り入れたこともあった列車名はナイスホリデー大見ろ。 また、1989年からの一時期、静岡駅浜松駅間の花の木金号にも一時期使用されたことがあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。